こんにちは、伊藤潤一です。Web3 とはへようこそ。Web3 とはっていうのは、これからこの YouTube チャンネルで作っているシリーズで、Web3 周りのいろんなコンセプトとか言葉をなるべくわかりやすく説明していきたいと思います。で1本目は DAO とは。DAO とは何かっていうのを説明したいと思います。DAO ていうのは DAO。A o ディーゼントラライズ・オトノマス・オーガニゼーションというのから来ていてで、これは分散型、分散された自立している組織のことで、でこれどういうことかというと株式会社だとかあの合同組合とかいろんな組織の形態があるんだけれども、DAO は今までが、まあ、法律だとかいろんなルールとか紙でとか、ハンコで処理してたその組織を運営する方法の代わりに、ブロックチェーンとソフトウェア、ソフトウェア コントラクトっていうんですけどもプログラムされた契約みたいなもので組織を運営するだから例えばあのみんな支払いはあの暗号通貨で支払いをしてでその支払ったものの代わりに DAO の通貨をみんなもらうとでその DAO の通貨もらったらその通貨持ってる株みたいな感じでその持ってる分のに比例したけん権限で例えばいろんな投票をするとかあのトークン持ってる人たちがチャンネルに入ってディスカッションができるとか そのチャンネルの中で自分が持っているいろんな肩書きがまたその投票だとかそういういろんなブロックチェーンで反映されるというようないろんなツールが今 DAO の周りで生まれてきていてそうすると今までだったら例えばあの資金集めしてみんなで集まってなんかあの学校を作るだとかあの投資ファンドを作るとかそういうクラブを運営するとかっていうのは結構あの銀行口座作ったり弁護士雇って会社作ったり結構手間だったのが。 そういうのがもうワンクリックですぐ立ち上がっちゃうっていうのが一つの特徴ででもう一つはあの会社とかと連動もできるけれどもどっかに法的になんかこう作る必要もないのですごくこう自由な組織もできるっていうそれ以外に例えばプロジェクトマネジメントのツールだとか支払いをトークみんなであのトークンの支払いもできるツールだとかいろんなツールがダウンのツールがどんどん増えてきていてそうすると すすごく簡単にあのプロジェクトを立ち上げるることが出るんですねでなぜこんなに注目されてるかっていうとプロジェクトが簡単にできるのでオープンソースのプロジェクトでもいいしクラブみたいに好きで集まってる人たちもいれば本当にベンチャー企業の立ち上げも DAO で作れるんですよね。で作ってみてダメだってすぐ捨てればいいしで作ってだんだんちゃんと大きくなってくるとあのお金を出してくれるあの株主に対して トークンを渡すこともできるけれどもアルバイトの人にもトークンを渡せるのですしあと最近やっぱり DAO ですごくあのよくあるのはお客さんにもトークンを渡すんですよね。でそれによっていろんなステークホルダーたちがそのガバナンスあの投票とかしてあの参加もできるしでそのトークンのか価値も上がったり下がったりするのであの株みたいに上がるとあの自分も儲かるようなあの報酬も,もらえるしあとはトークンが流動性があるのでそのトークンそのものを あのコーヒーヒ買うののにもでできるのでそういう意味で言うと今までは投資家とマネジメントがいて従業員とお客さんがいたんだけども今その労働とか従業員とかお客さんとか投資家も全部同じトーク持って結構フラットと透明性が高い組織ができるのですごく今注目されてます。まず DAO が何でいいかっていうのは、まあ、さっきもちょっと話したんですけどもすごく早く組織ができるしコストが低いんですよね。 会社とかプロジェクト立ち上げるときってみんな最初の資金集めに苦労するんだけども DAO だとみんな最初ボランティアだとそのボランティアに DAO のトークンで払うことができるので最初の立ち上げり資金がかからないんですよね。弁護士費用も何もあの銀行口座も作らなくてもいいので,である程度プロジェクトができて外に外注したりしなきゃいけないときにお金集めしなきゃいけないっていうので立ち上げりコストがすごく低いそれといくつかのプロジェクトがこう あのコラボレーションしてると、まあ、日本の昔の株の持ち合いみたいな感じでプロジェクトがトークン交換してコラボレーションするっていうのもできるのとあとは <laughs> 働き方も随分変わってくるんですよねっていうのは今まではどっかの会社に社員になってあんまりこう副業はさせ,させないっていうのがまあ会社の普通のポリシーなんだけども DAO の世界っていうのはいろんな DAO に自分も参加していろんな DAO からトークンもらって。 そして好きな時に好きなふうに働く。で多分これコロナも結構それに影響したと思うんだけれどもやっぱりダウの世界だと大体みんな掛け持ちでいくつかのプロジェクトに同時にあの参加してるっていうのが特徴。でもう一つ大きい特徴はあの成功してるダウってお客さんにもあのトークンを配ってるんですね。そうすると今までだったらストークオプションによってあのー 大企業ににずっと安定性を求めている社員以外にやっぱり新しい会社に参加するとその会社が伸びた時にあの新しい社員として、まあ、平社員でもストックオプションであの報酬がもらえるっていうのが一つのインセンティブになったのとちょっと似てるのがお客さんも立ち上がったばっかりのサービスに入るとトークももらえるんですよね。そそうするるととのの会社がががどどんどん大きくなってトークの価値が上がると あのお客さんもちゃんとあの金銭的にもリ,リワードされるっていうのもあってそういう意味でストックオプションと社員にあの影響を与えたような形と同じでこのトークンとか DAO っていうのはお客様も巻き,巻き込むっていうあの効果がありますまだあんまりこのツールが良くないので投票とかはきちっとトークンでできるんだけれども ディスカッションをどうするかっていうのがまだそんなにいいパターンはたくさんないでこれからやっぱり作っていかなきゃいけないのとあとは創業者とか経営者とか彼らの意見とかももちろん尊重されるんだけどもいいだ、あんまりその創業者があんまりトーク持ってるだはもうブラックだっていうふうに言われているのでそうすると結構お客さんとかにみんな配ると すすぐあの創業者が切られたりすることってあるんですよねでこれがじゃあいいのか悪いのかちょっと分かんないですね。今後のガバナンスであのやっぱりいろんなこう多様なマルティステークホルダーの方がフェアっていうところはたくさんあるんだけどもあの真剣にトップがコントロール持ててるときがいい場合とそうでない場合ってあると思うんですよ。だから例えばよくあの僕ら言ってるのは iPhone なんかはあれは多分あのすごく民主的なグラスルーツだと多分できなくて。 スティーブ・ジョブズみたいな、まあ、独占主義者が一生懸命なんか考えてスモールティームで iPhone みたいなこう革命的なことができてただ一旦 iPhone が発明されたあとは Android のコミュニティはもっとオープンソースであのグラスルーツで iPhone のマーケットシェアを超えるわけなのでだからそういう,こうなんか飛び抜きのこう集中力っていうのはもしかしたらこういう分散型のシステムでは難しいんじゃないかなっていう議論もあるので,で今の DAO ってどっちかっていうとどんどんディセントラライズして あのもっとインクルーシブになるのである意味ではすごくフェアだしあるプロセスにとってはすごくてあの適してるけれども、まあ、全ての組織が DAO じゃないとダメかっていうことはないと思うんですね。で多分一番でもみんな見てる DAO の DA あのマイナスっていうのはあのすごいスピードで動いてるだけ結構あの詐欺だとかインチキをすることもあの簡単っていうかやりやすくてみんなトークンが儲かりそうなのですごい投資してそれで実は途中でみんな逃げちゃうっていうこともあるのでだからやっぱり買う側ももうちょっと理解が高まっていかなきゃいけないのともう少しダウがいいのか悪いのかっていうのをこう把握するためのツールとかも必要なのでだからもちろんその どんどんいい DAO っていうのは生まれてきてはいるんだけれどもやっぱりあのトークン特にそのお金を投資する時っていうのは、まあ、慎重にやらなきゃいけないなっていうのもあ,のあります。で、まあ、いろんな DAO があって最初の DAO っていうのはどっちかっていうとみんなが集まって一人じゃ買えない高い NFT を買うとか,なんか投資をするって投資組合みたいな投資のグループみたいなのが一番多かったんですけども。 最近僕が見たのは例えば日本に住んでたアーティストがあのコロナでビザが取れないのでアメリカにいてで日本のこと大好きな人たちが日本って空き家がいっぱいあるよねっていう話を聞いてでその空き家を買ってみんなで日本に戻ってそしてあのなんか再生エネルギーを使ったすごくエコビリエッジを作りたいなっていうので、まあ、お金を集めながらいろんなスキルを集めて日本にどうやって。 あのはい、入っっってててていいいけるかっていうのがダウンになっていてで彼らと話してたんだけども例えばあのこの間や山古志村の,あの NFT が発行されてでそこはちっちゃなに日本の村が e-resident って海外からあの市民をこう募るみたいなプロジェクトがあってでまだやってないんだけどもこの,あのこグループを2つ合わせて例えば日本に来たい あの外国のいろんなアーティストとか投資家とあの日本で今いろいろ世界的に打ち出したいと言ってる山古志村なんかが一緒になって DAO なんか作ったらすごく面白いと思うんですよね。で今までだったら多分お互い NPO を作っていろいろ提携する話があってすごく結構法的には面倒くさかったことが DAO を通じてこのコミュニティがすごくすんなりこうコラボレーションしたり合体したりこう付き合うっていうことができるので。 こういうなんかローカルと海外がつながるっていうのはすごく DAO 的かなと思ってますしあとは僕の,あの変革の,あのコミュニティっていうのがあってこれはあの千葉高大の変革センターとかポッドキャストの,あのリスナーたちと一緒に今コミュニティ作ってるんだけれどもそれも今そのコミュニティ用の通貨を作ってでこれお金でも買えないしお金と交換できないトークン使ってるんだけれどもいろんな DAO のツールを使って あのみんながこうあのいろいろ手伝いあった分のトークンが発行されたりあのバーをやってそこのバーであのトークンで飲み物とか食べ物を配ることをするとかあのそのトークンでしか買えない NFT を作るとかっていう,こうちっちゃなあの地域通貨みたいなものもいろんな DAO のツールを使ってやったりすることもできるのでだから、まあ、これから多分この新しい組織を使ったいろんな実際の,あのプロジェクトが立ち上がっていくと思うんですけれども。あの でもう一つ、もうちょっとビジネスっぽい DAO で言うと、Brain Trust の DAO ていうのがあって、これはあのプロジェクトの,あの受注とか発注をするあのフリーランスの人たちの DAO で,で、結構大企業がお客さんとしていてで、フリーランスの人たちがたくさんメンバーで、でそのフリーランスしたい人と,と発注したい人たちのマッチングのマーケットプレイスなんだけども、ただその DAO そのものはこう受注、 供給両方,たち両方がメンバーになっていてそフリーランサーたちとかその発注している大企業がディスカッションして手数料をどうするべきなのかとかマーケットはどうやるのべきなのかとか価格設定はどうするべきなのかっていうのをいろいろやっていてで昔だったら、まあ、今でもそうなんですけどもここにこうあの外注を受けるようなあの業者それとか例えばあの人材派遣会社みたいなのが間に入ってたんだけれどもそこで間に会社入るんじゃなくてその市場そのものが ダ化してそしてあの直接こうか関係している人たちの意見を聞き合いながら,聞きながらこう設計していくっていうようなのが、まあ、結構分かりやすいあのビジネスの例だと思うんですよね。<music> あのダはもうできてきてているとで多分進化の、まあ、自然の進化でやっぱり今まで株式会社のこう発明と存在もともと株式会社っていうのは目的ないと作れないものだったのが。 株主の利益のためになったりで、株式会社からパートナーシップとかって、こう,う新しい組織の種類がどんどん増え,増えていってるのと同じで、だから今までだったらコストとか結構複雑だったからできなかった組織が DAO によってできちゃうで、このスピードによって多分参加する人たちも変わるんですよね、だからヘッジファンドなんかすごく作るのは大変だったけれども、なんか10分で自分のベッドルームでヘッジファンドを作ったっていうブログがあったり、チャリティーもすごく簡単に立ち上がったりするので、 だからやっぱりベンチャーによっていろんな新しいイノベーションが生まれているのと同じでダウンによって今までできなかったいろんなイノベーションが起きると思うんですね。でそれが、まあ、ディーセントラライスって名前に入っているのと同じでやっぱり中央集権型の新しいあのものの創造だけではなくて結構地方だったり世界中のコミュニティから生まれてくると思うのでだからイノベーションとかクリエイティビティはすごく増えると思うんですけどもただ複雑にはなるのでやっぱりついていけない人だとか あのデジタルが分かんない人たちにとっては少し分かりづらい離れていくところは、まあ、短期的にはあるかなと思います。DAO、まあ、はフューチャーのすごく大きな一部存在の一部だと思うしでさっき言ってたように DAO は多分いろんなふうに我々の未来を影響すると思うんですね。一一つ一番大きいのは今まで資本と 労働のこのバトル、これ共産党と資本主義のバトルと同じで結構分かれ階層が分かれてたんだけれども今はもう誰でもこう株の代わりのトークンもらえるこれはお客さんも従業員もお手伝いの人も全部参加しているのとあとダウのいろんなあのトークン資本構成みたいなのを見てると 一つの投資家が5%以上持っているのはブラックだよねっていうよく言われていて、マネージメントが5%以上持っているのはブラックだよねって、お客さんが半分以上持ってないところはよくないよねっていう、こういうダウ的の分散の比率っていうのは出てきていてで、これは今の株式会社とか上場企業と全然違うんですよね。で、決算も常に透明、そしてこのトークンの持ち分も全部透明。で、そういうふうになってくると、今までの 資本主義社会のこう中央集権型の発想と全然違うもうちょっと草の根的なシステムができてくるのでそ,うそれがまあこのまんまいけばですよねまた,また新しい種類のダウ出てくるかもしれないんですけどもこのままいくとやっぱ資本主義そのものが形が変わっちゃうんじゃないかなと思うので,でそれで大きく未来の政治だとか未来の資本主義の影響によってかなり新しいアイデアがたくさんアンロックされるんじゃないかなと思います。 僕は新ししいもののが好きなので結構ワクワククて自分もいろんな実験してるんですけどもただ僕の今までのインターネットの経験でもまあ良くなる部分と悪くなる部分両方出てくると思うのでダウによっていろんな世の中が変わってそれでいいこと悪いことあるし多分置いていかれちゃう人たちもたくさんいるのでだからなるべく置いていかれないようにみんなにこう説明していくっていう話とそしていろいろこう。 ちゃんとう、ま、透明性からいい情報が出てくるようにいろいろ分析しながらあのツールを作っていくとか多分やらなきゃいけないことはたくさんあると思うしただもう動いちゃってるのでやらないってことはありえないと思うので、まあ、僕の個人的な意見は使いながら理解して感覚的に分かってでなるべく DAO が進化していく方向を正しい方向に誘導していこうっていうのは個人的なあのポジションでですははい今日はここまで,です。 ぜひ感想をコメントに書いいてくださいそれと Web3 の他のトピックスでビデオを見たいこととか質問があったらコメントにも書き込んでください。それじゃ